チェリーです。今回は4月に発売予定のプライズフィギュアの紹介やっていきたいと思います。まあ言うてもね、もう4月半ばにはなってますんで、すでに発売してる情報も含まれるんですけども、それ以降のやつもありますんで、よかったら見ていってください。チェリーゼアス。転生したらスライムだった剣、エスプレストのしずさんでございます。まあエスプレストってね、結構エフェクトがあったり躍動感もあるフィギュアなんで、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。エヴァンゲリオン新劇場版リミテッドプレミアムフィギュア、綾波レイ。なんかこう座ってる感じでいいですよね。スーツも着ちゃって。リゼロから始める異世界生活プレシャスフィギュア、レムメイド水着バージョン。レムも多いですからね、何が何やら分かりません。ウルトラマンティガ英雄雄像、ウルトラマンティガランバルト鋼弾ヒヨ、機動戦士ガンダムエンレアンアストランティアソマステオザク、透明なんと半透明ピンクみたいな、グッズなんか変わった感じですね。転生したらスライムだった件、ウラムフィギュアボリューム4、ランガとベニマル。うん、なんかベニマルもこうね、高圧的な感じの表情でいいんじゃないでしょうか。ソードアートオンラインアリシゼーションウォーブランドルル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 、青い水着着てね、やっぱアリスらしい感じの色感で、しっかり素肌も全部出しちゃって、もう騎士の姿はどこへやら。ワンピーススイートスタイルプレジズムネストムリビービビ、これはカラー違いで2体登場ですかね。劇場版フェイトグランドオーダー新生円卓領域キャメロット、サーバントフィギュアニトクリスクリッ、リゼロから始める異世界生活エスプレスト、ジュルリーレム。これもエスプレストですか。なんか天使の感じで、えらい可愛らしい感じに仕上がってますね。同じくエスプレストのラム、これはやっぱ一緒に飾るやつですね。手と手を合わすような仕様になってるんかなとは思います。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会スーパープレミアムチョコのせフィギュア、上原あゆむ宮下愛、うん、お座りですね。まあどっかにちょこんと座らして飾りやすい感じになってますね。プリンセスコネクトリダイブスペシャルフィギュアペコリーヌ、ヘフィゾフェザフィヘザフィゾゼヒャッシーヒャスドブフィ、鬼滅の刃フィギュア絆の層、十何歩の方わからんなんて読むんか。僕のヒーローアカデミアテクスチャーうららかお茶子アンドミドリアイズク、アイドルマスターシンデレラガールズまたもやエスプレスト島村うずき、鬼滅の刃スーパープレミアムフィギュア小さくなったかまどねずこ、これはえらい可愛らしいですね。ご当分のヘナ嫁プレミアムフィギュア、ニャカノミク。来ました、3体目水着でございます。あとは、ニノちゃんと、誰や、名前が出てこん。誰やったかな、いつき、いつきかな、いや、いつき出とる。四つ葉か。あと2人でございますし。リゼロから始める異世界生活、リミテッドプレミアムフィギュア、レム。打点シッパー。角が生えちゃってね。完全に落ちきってます。青春豚野郎シリーズコアフルフィギュア桜島舞サマーワンピースブルー、これはなかなかドレスのグラデーションが良くて、髪の毛も下の方は透き通ってる感じにねなってていいんじゃないの。呪術廻戦五条悟フィギュア、えらい顔出しちゃってうんねーってね、なんかこんなポーズ小学校の時やっとったけど、かっこええフィギュアちゃうの。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会
勇気刹那、ワンピース、グリッターグラマラス、ナミ、ハン、スタイル、鬼滅の刃、ブレルショースターズ、煉獄杏寿郎&赤座。えらいねー、これ来ましたね。どしこーん言うて、このポーズはよう見ますね。あ、こうか、こうぐにゃっとなってるよな。で、この煉獄さんはセピアカラーみたいな感じになってるんですかね。もともとありましたよね、なんか真っ赤っかバージョンは。ロードエルメロイ2世の事件簿、ラガンファンデル列車、グレゼンドアオスーパープレミアムフィギュア、ロードエルメロイ2世。なんかスラーっとした感じですね。スパイダーマン、マキシマム、ベノム、スーパープレミアムフィギュア、エイアンマン、ベイト、グランドオーダー、絶対魔獣戦線、バビロニア、スーパープレミアムフィギュア、エレシキガル、ソードアートオンライン、アリシゼーション、オーバーダウン、リミテッドプレミアムフィギュア、アスナ、創精神、ステーシアバージョン、来ましたね。待ってたって、ステーシアがどんどん増えてまいりました。リゼロから始める異世界生活、プレシャスフィギュア、レム、エンジェルバー、打天使なったり、エンジェルなったり、どっちや。初音ミク、プリンセス、AMP、フィギュア、マーメイド、ブルー。なんか、背景がね、しっかりしてる分、すごいフィギュアも引き立っていい感じに見えますけど、実際はどうなんでしょう。髪の毛は透き通った感じになってて、すごいいい感じに見えますね。はい、いかがでしたでしょうか。結構な数がありましたが、皆さんお目当てのやつありましたかね。もうすでに取られてるっていう方もね、おられると思うんですけど、国王は完全にアスナ一択です。まあ取りに行くかどうかっていうのはちょっと怪しいところではあるんですけど、もし取りに行ける機会があったら取ってこようかなと思ってます。おそらくカリメルちゃんでピヨーンと行かせていただきますけどね。はい、まあそんな感じでいろんなプライドフィギュアございました。皆さんね、欲しいやつあったら頑張って取ってきてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。